菅原とはまだ2万2、3000点なんで、うんうん、あ2万4000点くらいですか。となるとあと5、6000点上がっとけば最後破熱も条件とか残るので、はいはいはい、そこまでたどり着きたいですね。破熱も条件とか、はい、それか得意です。得意というかね、やってきましたからね今まで。得意というか、いつもやらなきゃいけない状況に追い込まれてるんですけどね。さあ何2曲でございます。親は、はい、勝俣ドラはチーピン。いやチャンスですよ、ね、そのチーピンが2枚、はい、堀江もいきなりペンサンワンを引き入れた。勝俣としては自分の親が落ちたとしても菅原の親を迎えた時に、うん、菅原さんが脳天で伏せれないぐらいの位置にはつけたいですね、はいはいはい、ということは4000点以内もしくは3000点以内。この鳳凰位勝俣、ここをクリアしてさらにね決勝もクリアして、うん、去年の前田ルート、前田ルート、ね、黄金の栄卓からの、うん、まあ黄金ルートになればプロ連盟員にとってはありがたい話ですけどね。まあそうですよね。そんなルートができたら本当に森山さんも大喜びでしょうか。ああ順調、ね、ああ順調に進む勝俣、はい、堀江さんが動けるかどうか、堀江さんもダブなんだからさばきに来ると思うんですよね。そうですね、堀江さん泣くでしょうね、うん、はい、あの今日の仕掛けを見てると泣くでしょう、うん、そういう展開になるかどうかですよね。猿川もちょっとチューンはね、はい、これ国士も、ねね、見てますからね。あ、もちもちになった、もちもちになりました。なんこれで若干サルカー有利ですか。あ、サルカーじゃない、勝俣有利ですか、うん、そうですね、はい、チュンの分有利ですか、うん、ただ結局ドラとのシャンポン系が残りそうだから、はい、苦しいのは苦しいですね、まあ、苦しいは苦しいですけどね。ただチュンなければウッパ、ウッパピン先入ってるとそのまま日給とか、うん、あドラ切りでね、うん、さあこれ、これは一応チートイも残しましたね、はい、先ほど数ピンの段階ではチートイは、選択に入れなかったんですけど、はい、うん、どうするかな、うん、ハッツもシャーもシャー2枚切れ、ちょっと菅原さんのリズムが悪くなってきたん で、 で、ね、ちょっと今までとはちょっとツモの着方が変わってきたかなと、やや受け重視で考えているか、はい、自敗2枚抱えるあたりがね、はい、ちょっと勝利が見えてきたんで、うん、特にシャーなんて完全な安牌ですからね、はい、あさあ、はい、堀江一歩前進、もうどう見てもダブナンがいる形ですもんね、うん、現状で堀江さんがリーチいければ難を拾える可能性もありますね、うんうんうん、ということはここもチーマンですか、うん、やっぱりアンパイはね置いときたいですね。手狭になってますね。手狭になってるとやっぱ親の反撃に合いますよね。ここでドラゴン、ここも一回選択ローピンですか。ああもうチート決めました今度は。ほうほうほう、ローピンに自信があるんですね。でもドラ票ですよ、うん、あうん、どこから来るんですかその自信は。まあ実際山ここに今いましたからね、いましたからね。おっとドラドラにしたサルカーも、はい、サルカーもチートイズですか。これであそうか、サルカーの捨て牌からはもう手の中になさそうだ。あこれでリーチ、ね、さあリーチいきそうだ、はい、なんヤンゾーシャンポン町、まだちょっと難は下ろす形にはなってないですね、勝俣としては。そうですね、ヤンゾー先に引いちゃうかもしれないですよね、はい、あの2枚生きてるし、あサルカーもいいシャンテンになりました。チートイドラドラのいいシャンテン。さあリャンゾーはまだ生きている。菅原さんもいいシャンテンになりました。トン1枚捨ててもトン1枚切り、切れ、うん、パーピンは現物、
さあどうする。ちょっと形中途半端なんでパーピンになりそうですけどね。現物、はい、まだ周りはそんな強い牌は切ってきてない。トンかパーピンか、はい、ただこの順目にトンを切るのかパーピンを切るのかの考えですね。トンいきましたね。サルカは力入ってきましたね。厳しいですかね、2筋だとね、回りましたね。さあ、サルカは何としてもここは、はい、なかなかハネマンの手って来ないですからね。ハネマンチャンスですからね、ここはさらっとその瓶切りましたよ、勝又。あ、そうですね、一応6球ピンがないんでね、勝又の目から見るとほぼ、パーピン2巡目に切れてるんで、はい、で数ピンも2枚飛び出しと、そうですね、はい、ローピンは通りやすいと比較的きた。うわ、なんとこれで筋の3ピン待ちですか。入れた3ピン。菅原が回ると3ピンの取り外してあるんじゃないですか。いや、パーピンからじゃないですか、さすがに。まあ現物はね、さすがに現物になりそうですけどね。今パーピン取ったし、うん、三ピンは現状ゼロですね。ゼロですね、はい、山にはいない状態。勝又が2枚押しましたもんね、はい、勝又ただ危ない日は引いたら筋の 3ピンとスイッチしそうですね、うん、はい、今度はうわさらっといきましたね。さあこれは堀江も内心ややヒヤヒヤしている。あ、これ3ピン大丈夫か。テンパ入ると怖いよね。そうなんですね、テンパ入った時怖い。3ピンが出てしまう。サブロッキューマンは振り点、やっぱローピン痛んですね。相当自信持って残してましたもんね、はい、相当すごいですね。さあここだ、これさあこの3ピン、これテンパ入り点ですけどね、テンパ入り欲しいから行っちゃうと思うんですよね。いや、これは行きそうですね。ピンズの下が相当切れて、いいピン4枚切れ。さあこれは出てしまうか。勝又がチートイドラドラテンパっている。ここに打った。うまい、9600。これは勝又、勝又うまい、さすが方位。これは菅原もダメージあるでしょうね。ちょっと打った形が中途半端ですね。